はい、生のキッチン横澤さんです。はい、今週もよろしくお願いいたしま す。暑い日には冷ややっこ本当に美味しいですよね。すりおろした生姜とかをねかけて、お醤油かけてっていうのもいいんですが、今日はちょっと豪華です。醤油でしゃぶしゃぶした豚肉、それから夏野菜を添えてみました。材料です。はい、お豆腐は木綿でも絹でも結構です。人数に合わせて用意してくださいね。夏野菜はトウモロコシ、きゅうり、ミニトマト、揚げ玉はお好みです。そして醤油豚しゃぶです。豚の薄切り肉、できれば本当薄いしゃぶしゃぶ肉がおすすめです。あとはえのきだけもねちょっと入れてみてくださいね。味付けは醤油とお酒です。その他に塩コショウ、ごま油、からしなど用意してください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まず醤油豚しゃぶを作っていきましょうか。普通ね、豚しゃぶお豆腐にのせるときってお酒を入れたお湯でさーっと煮る程度なんですけれども、今日はですねもう最初から味をつけていきましょうね。でその際に必要なのがこちらです。えのきだけ、石突きを落として、2等分ぐらいですかね、 4,5 センチ長さにしました。でお醤油大さじ3、お酒大さじ3、同量を入れてくださいね。でちょっと置いておきましょう。本当にね、2、3分でいいですよ。今白っぽかったんですけれども、2、3分経つとこんな感じです。かなり違いますね。おつゆ自体もこうとろーんとしてるの分かりますか。こっちシャバシャバしてるんですけれどもね、これで旨味が出てます。ポイントです。はい、まずえのきだけから旨味出しましょうね。水分も出てきますので煮やすくなりますよ。さあでは火にかけました。ちょっと沸騰してきたら豚肉入れていきましょう。でしゃぶしゃぶ用のお肉なんですが、ちょっとね食べやすくザクザクと切ってあります。沸騰した中に入れてくださいね。はい、沸いてきます。で本当にさっと煮るだけなんですけれども、豚肉なのでね火は通してくださいね。赤い色がなくなるまでね。で一回入れると温度が下がりますので、すぐに混ぜないでちょっと置いてからね、温度がもう一回上がってからささっとほぐしていってくださいね。でこのまま冷ややっこに乗せてもいいんですが、やっぱりね冷たいお豆腐にあったかいお肉だとちょっとね相性悪いので、軽く冷ましましょうか。はい、赤い部分なくなったかな。なくなりましたね。はい、ではお鍋をチャポンって冷水につけてもいいんですけれども、これにしましょうね。はい、ビニール袋です。この方がね冷えるの早いですからね。はい、全部取って、あとは冷水につけるんですが、この冷水ね氷水じゃなくていいですよ。はい、チャポンとつけて冷やしておいてください。ポイントです。はい、冷やしすぎないでくださいね。豚の脂が固まって脂肪が固まって風味が落ちますからね。あえてわざとねこの周りに脂肪を固まらせて、で余分な脂肪を取り除いて食べるっていうのも手ですけれどもね。さあ冷ましているうちに他のものを用意していきましょう。夏野菜ですね、きゅうりからいきましょうか。今日は薄切りじゃなくてね、ちょっと食べ応えがある蛇腹きゅうりにしましょうかね。蛇腹きゅうり、蛇の腹と書いて蛇腹ですけれども、包丁ねまっすぐこう落としてしまうとただの薄切りになってしまうので、こうして先の方、切っ先の方だけまな板につけてる感じね。で全部いきました。最後まで斜めに薄切りに、薄切りじゃない切り込み入りました。そしたら180度裏返してください。で同じようにこう切っていきましょう。薄切りにならないのって思うかもしれないんですが、向こうと向きが逆なので切り離されませんから大丈夫です。で全部またぐーっといきました。そしたら直接塩を揉み込んでもいいんですけれども、塩水の方がいいですね。これ全部切り込み入れたものですけれども、はい、蛇腹です。にょーっとね、こんな感じに、あまり無理無理やるとポキッと折れますから気をつけてくださいね。さあこうして用意しました。はい、では切り離しましょう。これもねちょっと大きめにボツボツ切っていくといいですよ。はい、じゃあキュッと絞ってね。あ、こっちか。はい、あとはトウモロコシいきましょう。トウモロコシはもう茹でたものを用意してるんですけれども、
はい、ポロポロ外すの大変だから包丁でかき取っていきましょうかね。あんまり深くやるとね、芯がくっついちゃうので割と浅めに、こんな感じで切り離していってください。一個一個よりもボリュームがあるので、今日はね、きゅうりにしてもそうなんですけれども、ちょっとね、ご飯なしでもこれだけでも OK という感じに作ってみました。さあ、ではトマトも切りましたね。そして豚しゃぶも冷えました。これ冷えたものですね。ちょっと出しましょうか、見えやすいようにね。さっき言ったあの周りに脂肪をくっつかせるのも手ですよって言ったのは、今見えますかね、袋のここの周りに脂肪固まってるんですよ。なのでこっちには入らないので、ある程度冷やしても結構です。さあ、ではお豆腐、はい、周りから攻めていこうかな。トウモロコシね、ポロポロになってるよりこういう形の方が食べやすいですよね、はい、そしてキュウリね、蛇腹キュウリです。蛇腹見えるようにちょっと広げて、あらあら失礼、つながってたのね、はい、あとはトマト、トマト普通のトマトでもいいですよ。そしてメインのこちらですね、これね、すごく味濃いです。だからお豆腐とかね、具と一緒に食べるとちょうどいいしょっぱさになりますからね。でこの旨味たっぷりのこのおつゆで、さあ、かけました。あとはね、食べてみて、あ、もうちょっと辛いのがいいなと思ったら、からしとかね、それからごま油なんかかけていただいてもいいと思います。ちょっとかけておきましょうか、ごま油ちょっとね。はい、完成です。はい、できました、はい、醤油豚しゃぶの冷ややっこでございますよ。はい、はい。